皆さんどうもどうもよろしくお願いします。ドラゴン TK です。ではね、今回もエンチャントアームやっていきましょう。ということでね、今回はカリンのどこに行って復興を手伝おうということでね、やっていきたいと思います。では行こう。よし、やっていこう。で、一応回復だけしといてね。どこにある？下な？下な？オッケーオッケーオッケー。下ね、わかりますよ。結構瓦礫いっぱいね。まあ、それね、あのエンテイとアイソ、あ、こういうクイーンオバヤシがやり合った後ですもんね。まあ、こうなっててもしょうがないっていうか、それを復興する人間も強い生き物やねっていうね、それをちょいと感じるかなっていう。では話しかけていこう。おーい、姫様、姫殿、姫君。なんか勇気腹立つ。何よっていうか、あなたに姫とか言われると逆にバカにされている気がするんだけど。それな、うん、わかる。そんなことないわよ、プリンセスカリン秘伝家姫。絶対うさんくせ。やっぱりバカにしてるでしょ。だいたい秘伝家とか言っておいて、タメ口ってどういうことよ。こっちは忙しいの、用がないなら。虫扱いされてんね。何よその態度。人がせっかく貴重な労働力を連れてきたのに。労働力。どうも労働力。どう思うって、どう思うって言うところか。こっちも黙るな、そこ。何見つめ合ってんの。何見つめ合ってんの、ほんまに。あのさ、私とアツマに仕事をくれない。はいはい、そうね。じゃあ物資の調達をお願いしようかしら。物資の調達な。物資の調達。そうよ、町のいろんなところで市民のみんなに復旧活動をお願いしているんだけれど、うん、いろいろと物資が行き届いていない状態なの。ああ、物資が行き届いていない、まあそうやもな。つまり働いている人たちに足りてないものを聞いて届けてあげればいいってこと？そうよ。今やってる復旧作業ってどんなのがあるの？そうね、今重点的に行っている復旧活動は水の確保、火の確保。水の確保、火の確保、明かりの確保。明かりの確保ね。三つよ。うむ。水の確保、火の確保、明かりの確保。うん、三つの手伝いをすればいいのね。そうよ。わかったわ。合点合点。承知の助ってか。ほら、アツマも。おう。合点。気乗ってないかな。大丈夫か、アツマ。あと3つ。どこや。ちょ、待ち、待ち。どこに行けばいい。一つはここに おるね。一つはここにおるねって、あれね。復旧作業の一つや。ここか。そやね。ここや、ここや。え、何？え、どういうこと？え？ちょっと待って。あ、違うんか、これ。え？この、え、見開く。物資保管庫。ほう。で、何どうすりゃいいの？え、ちょっと待って。いや。ちょっと待って。ちょっと待って、マジで。あのさ、ふと思ったんやけど、どうやって集めればいいん？それやねんな、ひとまず。あ、これは民家があるだけか。あんたも俺もシティに戻ってな。ああ、あいつか。確かレジスタンスやった人やね。前々から世話になって なってた。親父ともともこの家に世話になってのさ。デビルゴーレム襲撃や親父はこんな感じだけどな。あ、そう。で、え？で、え？そんだけ？え、むっそう、え？誰に話聞けばいいの？では、
国ビチクロスに顔しつつ、しようと。じゃあ幸せなのみんなで伝えると。よし、つもりながら忙しくなるぞ。何が詰まったの？みんなが詰まって。いや、これからはバラバラに復興活動するんじゃなくて、みんなで協力してやりましょうって今後の計画を練っていたのですよ。神は騎士の皆さんがこんなに話が分かる人たちだったとは。今まで私たちはどこか誤解していたのかもしれないな。みんなシティを愛する心で一緒ってことだよな。そうやね。え、何？どいつに話しかければいいのかな。まあいろいろ話しかけていこう。あ、こいつか。困ったわ。いつも不安顔な女。どうしたのおばさん。イードがね、瓦礫で埋まってしまっているのよ。今は飲み水もろくにない状態でしょ。なんとか瓦礫をどかせればいいんだけど。瓦礫をどかす道具があればいいのか。いや、ちょっと待てアツマ。え、何？必要なのは瓦礫をどかす道具とは限らないわ。何、どういうこと？どういうことだ？この瓦礫をどかせるような人がいればいいってことよ。あ、何言ってんだよ。ゴーレムじゃあるまいし、そんなバカ力の人間なんているわけ。いたやんか、アライガー。あー、ほら、心当たりがあるでしょ。バカ力が取り柄のおっさんに。よし、連れてきましょう、バカ力を。連れてくるってどこにいるか分かってるのか。バカ力のことは狩りに聞けば分かるわよ、きっと。彼に聞けばわかんの？あ、そうなの？あ、ならそうなんや。みんな配ってよ、しし。うわ、配ったんか。しょうがないな。うん。変わらないんだなってか。あとどこ話しかければいいんや。はかりの確保と、あと火の確保やったね。多分その周辺におるんやろね、人がね。そんな気する。明かりのないところに人がおるところに、いや、じゃあ人がおるところに、明かりのないところに人がいたら、そいつの話しかければ OK。 まあモブ話しかけていかなあかんねんな、これな。ちょっとめんどくさいな。カリン、バカ力はどこ？バカ力？バカ力なら城の中にいるはずだけど。よいしょい、ライガーで名前あんねんから言ったるよ。騎士団の新体制を整える手伝いをしているはずよ。城の中ね、わかったわ。行きましょう、アツマ。ああ、っていうか、バカ力で即答するカリンはすごいな。主として当然のことよ。なんで誇らしげなんだ。確かに、なんで誇らしげやねんな。ちょっと言い方に気がつきよ、カリンさ。な、こっちから行こうかもね。城の中やったよね。じゃあここ出て大階段上がっていけばいいわけやったから、じゃあ行ってみましょう。にしてもね、ライガーをバカ力から呼ばわりやもんね。言い方が面白いわ。しかもバカ力で反応するカリンもカリンやけどな。ほんまにさ、ライガーかわいそうやわ。まあこのまま真っすぐ行って、階段にしても長いな。どんだけやねんな、長ほんまこれ。ちょっと待って、え、まだあんの？嘘。ちょっと待って、え、こんなにあったっけ、マジで。いや、気づいてなかったわ、こんなにあるとは。しかもここら辺にもガラキめっちゃあるから、ここら辺もおいおい片付けていくんでしょうけど、にしてもひどいね、有様が。ようやく上まで来れたわ。長すぎ。階段長すぎな。うん、まあ、どうだ、誰かおるか。ライガーおるか。ライガーはここにいない。どこにおる。いた、ライガーいた。発見、ライガー発見。バカ力。バ
カジカラ。なんだいきなり。いいから一緒に来てよ。それは構わんが、一体なんだ。ちょっと手伝ってほしいことがあるんだよ、ライガさんに。ライガさんみたいなバカバカいやライガさんみたいな力持ちにしかできない仕事なんだ。なんか嘘っぽい。そうか、ならば手伝おう。なんかしかも棒読みやし、なんかバカ力を手に入れた。おい、バカ力を手に入れた。なんだと。バカ。空耳だよ、ライガさん。そうそう、空耳。早く井戸のところに行くわよ、バカ力。早いところ行くわよ、バカ力。言ってしまうよ、俺は。バカ。ライガの反応面白かったね。よし、じゃあまあ一旦そこまでカットしますか。ね、こんなん走ってるだけの動画なんて見たくないやろし。ちょっと待って、え、あれ。ちょっと待って、今さ、ふと思ってさ、ふとな、こっち見てんよ、宝箱あってんよ、取ってんよ。カリン専用のハイアクアシュートっていうの取れたわ。マジか、カットしよう思ってやった矢先に取れたか。ない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 、マジでないわ。ちょっと待って、ちょっと待って、ほんま。おい、カリンじゃなくてスキルだよ、スキルが来ちゃったよ。しかもハイアクアシュートってことは関節のアクアシュートのジョイ版やんか。いや、好きちゃったよ。またここに来たよ。おっしゃ、行こう。瓦礫をどかす道具があればいいんだけど。よっ、おばさん、瓦礫をどかす道具を持ってきたわよ。いや、道具違うから。あら、ありがとう。瓦礫をどかす道具ってスコップ、ツルハシ、それとも猫車かしら。ふふん、甘いわね。これからの時代はこれよ。ほら、ライガのおっさん、前に出て。なんだ、なんだ。見て、これが、これが太陽時計受け負い人ライガよ。いや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 、本庄そこらのゴーレムよりもよほど高性能。なんと、お値段19,800円でございます。ってなんでやねん。ロンドン城の牢屋の壁を一撃で粉砕するほどのパワーを持つ上に、主には情けないまでに絶対服従。情けないまでに。しかも今なら間違ったことをしようとした時にいさめてくれる小言機能付き。小言機能付き。このお値打ち品を5000タブレット、5000タブレット、4800タブレットでどうだ。いや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 、ライガさんを叩き売るな。叩き売るな、ほんま。どうしようかしら、悩むわ。いや、悩むとこちゃうから。あんたも悩むな。そうそう、結局私は何をすればよいのだ。ああ、ライガさんにはこの井戸を塞いでる瓦礫をどかしてほしいんだ。なんだ、そんなたやすいことか。よし、やろう。バカ力の姿。ちょっと待て。なんかさ、大悟に対して失礼じゃねえか、ほんま。うん、こんなところでいいか。おお、すっげえ。確かにすっげえ。瓦礫があっという間になくなったわね。さすが、バカ力。俺たち数学で19,800円、今ならなんと15,000円提供します。4800タブレットでは安かったか。安かったか。なんだと。空耳。聞き間違い。とにかく助かったぜ。ありがとな、ライガさん。本当に助かりました。ありがとうございます、騎士様。役に立てたのならそれが私の喜びでもある。お、ライガのおっさんが照れてる。照れてる。本当だ。では私は行くぞ。うん、バイバイ。
バカ力の論じゃねえかな。おい、最後でバカ力かよ。レジスタンスの権限。あかん、ちょっと笑けてくる。なんか急に印象変わってきたな、ライガさん。あかん、あれは。ちょっと笑けてくるからやめてよ、ほんま。あかんわ。ちょっとめっちゃ、あかん。笑いが止まらん、これは。あかん、力って。あかん、これはほんま。めっちゃ笑けてくるんやけど。あかんってな。マジさ、やめて。言い方に気をつけよ、みんな。頼む。こっちか、ここ側か。あ、なんか誰かいた。あ、こいつか。当たってた。困ったの。困ったか。あれ、どうしたの、おじいさん。あ、やってもだ。焚き火の燃料がしけっておっての。しけってる。そうじゃ、焚き火の燃料にしておる廃材がしけっておって火がつかんのじゃ。ロンドンは朝晩冷えるからの。老体には応えるわい。そっか、よし、アツマ、焚き火の燃料になるものを探すわよ。おう。俺とアツマ同じ言い方やったね。え、何、どうすんの、これで。これで壊していくパターン違う。いや、合ってるっぽいぞ、なんかそんな気する。探すんやから。え、何、救護所、ウィッシュ、ウィッシュ、何これ。あ、向こうから入れんのか。どっから入るか分かってなかったわ。すまん。ちょっと待てよ、さっきまずこっちも壊しといて、で、おじいの星屑、あ、そういうのいらんねん。そういうのはいらんねんって。被害が少なかった、病院として、借り受けさせていただいてますと。おお、なるほど、それは分かった。え、おお、ちょ、びっくりした。今ほんま焦ったわ。え、で、あとどこ行けん。ちょっと待って、あ、なんかあった。ちょっと待って、ちょっと待って、よいしょ。ほら、やっと、こんなとこになんかあった。全然今まで気づかんかった。毒向こう、毒向こうやと。もっと早それくれよ。探索し忘れてるよ、俺。ウェリアにあるって思ってないもんな、まず。やっぱいろんなとこ行くべきやな、マジ思った。えらいこっちやわ、お前。今のは、今まで毒向こう絶対いるやろ。ポイズンにしてくる敵めっちゃおんねんからね。えで、あと毒、どこ行って。燃えるもの、燃えるもの、廃材でもないし、いろいろ話しかけていくなら知らないな。なんか今のババアのツンデレか。今ちょっと、うん、迷うわね。だから売り物じゃないってわ。バカ力、バカ、もうこれいつでもねえしな。え、ちょっと待って、マジでわからないぞ。まあいろいろ見ていくけどね、さすがに。まあ、一旦分かるとこまでカットやね、これはね、ほんまに。じゃあ一旦カット。あ、なっと、その前になんか出てきたよ。どうしたの、おっさん。いや、街灯を立て直そうと思ったんだが、溶接する道具がなくてな。溶接する道具、溶接ガッテン。どうした、ガツマ、なんかちょっとテンション低いよ。俺みたいに上げていこうぜ、ウェーイみたいにね。ちょっと、おい、ちょ、そういうのはいらん。え、何、どうすりゃいいん、これはさ。まあ分かるとこまで一旦カットなのはそうなんで、まあな、うん、そうやねんけど、ちょっと早い。
ああ、酒場のマスターのところに行ってみよう。いい燃料のあてを見つけたのよ。そうやね、いいから酒場のマスターのところに行ってみよう。オッケー、行こう。いや、話しかけてよかった。いや、助かったぜ。一応ね、酒も燃料にはなるんでね。うん、アルコール燃えるし結構。いや、そういうことか。確かこっちがやったよね、酒場ね。いや、カットしよう思ってんねんけど、全然する暇ないわ。ごめん。ごめんやな、お前。まあ、ちょっとところどころは知ると思うけどね、さすがにさ。え、カジノ？え、カジノやった？あ、違う。え、ちょっと待って。違う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 。もうカジノ違う。え、あれ？酒場ってどこやったっけ？あれ？酒場やろ？酒場やろ？え？あれ？ここ、あ、ここカジノやろ？で、カジノで、で、あれ？カジノどこ？分かってないよ。どこにあるか分かってないよ、俺。大丈夫か、俺、ほんまに。違うよな。ここ、なんかここかな思ったけど、違うわな。え、あれ、どこや？騒ぎの、あ、マスター、あおった。酒だけはちゃんと持ち出していましたからね。もっと値打ちのあるものを持ち出せばよかったんでしょうが、まあ、職業病というところですね。やった！じゃあ、お酒をあたしにくれない？え？お嬢ちゃんには、お酒はちょっと早いと思いますよ。確かに。確かに。うるさい、アツマ！あんただって未成年じゃない。だいたい、あたしは飲むためにお酒が欲しいんじゃないの。どういうことです？焚き火に使う木がしけってるんだけど、お酒をかけたらうまく燃えるんじゃないかと思って。ああ、なるほど。そういうことですか。そういうこと。勇気って、意外と頭いいな。いや、お前がバカなだけ。まあね。ん？ん？意外と？意外と？あー、ってわけで、お酒をもらってもいいかな？そういうことなら、喜んで使ってください。はい、どうぞ。ありがとう。サンキュー。じゃあ、アツマ、おじいさんのところに届けに行こうよ。およし、届けに行こう。まあ今回ね、まあこうやって復興の手伝いね、終わったら終わりにしたいと思います。まだあと一つ残ってるんでね、まだやってみますよ。よし、持ってきたね。よー、おじいさん、元気か？元気なわけあるか。元気なわけあるか。寒いと言うとるじゃろうが。寒いと言うとるじゃろうが。悪い悪いけどさ、燃料を持ってきてやったぜ。ほら、お酒を使えば多少しけってる廃材でもうまく火がつくんじゃないか。おお、なるほどの。早速使ってみるか。うん、使ってみた。おお、燃えた燃えた。へえ、バッチリついたね。これで朝晩もしのげるの。ありがとな、坊主たち。いいってことよ。うん、いいってことよ。そうそう、困った時はお互い様。ご視聴ありがとうございました。もしよければね、チャンネル登録のところを3回ポチって登録お願いいたします。 Twitter の方も同じでね、3回ポチってフォローお願いいたします。僕はね、 YouTube 上でゲームタイトル五条縛りというものをね、主にやっております。詳細はね、概要欄のところにパート1を集めた再生リストの URL と Twitter の URL とともに書いてありますので、見てください。では、さらば。